皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回は購入品紹介ということで、シールや紙物などデコ系文具を紹介していきます。後半は文具の DIY と収納方法も考えてみました。最後までお楽しみください。はい、ということで今回はね、手帳やノートがはかどりそうな商品を集めてみたので一緒に開けていきたいと思います。まずはこちらからいきましょう。クーリアさんのシール3つ購入してみました。こちらから開けてみましょう。これはね、トレーシングペーパーと上質紙が入っているシール。これね、ちょっと楽しみだったんですよね。これは可愛いですね。ちょっとトレーシングペーパーが分かりづらいので紙の上に置いてみましょう。トレーシングペーパーの方はこんな風になっていて、左側がトレーシングペーパーで右側が上質紙のシールになっています。続いてこちらも中身を見ていきましょう。こちら先日のノート会のインクのページで使ったんですが、このシールはね、写真に近いようなデザインなので大人っぽくてどこにでも使いやすいです。こちらはシールが2枚入っていて、片方はマットな花柄で、こっちは白押しのシールになってます。上から重ねるとこんな風になって花瓶に入れてもいいし、このまま貼ってもいいしっていうね。早速使っていきましょう。続いてはこちら BGM さんの朝の庭。これもまたね、相当可愛いですよね。大きめなデザインのものが多いんですけど、ノートとかね、手帳に一発貼ると結構映えると思います。こっちも可愛いですね。気がついたら植物ばっかり買ってるんですけどね。家にも植物、シールも植物、どれだけ植物なんだっていう感じですが、まだまだ紹介続きます。続いてはこちら、久々に MT さんのマステが増えました。これ最近ね、ノートのデコを始めて、この方眼のマステ使いやすいんだろうなとは思ってたんですけど、使ってみたらね、本当に使いやすかったのでおすすめです。同じ MT さんのマットブラックと合わせても使いやすいんですけど、こういうねものと合わせるのもすごくね、合わせやすいなと思って多用しております。そして最後はこちらです。メーカーは不明なのですが、輸入物の海外のシールと紙物を購入してみました。こちらも見ていきましょう。フラミンゴ可愛いなと思って、可愛い。これだいぶ夏っぽいですよね。剥がしたらペロンってなっちゃったんですが、お、ペロンってなっちゃった。夏っぽい。7月は何貼ろうかな。続いてはこちらですね。世界の名画集ということで、なんかこれもね、いろんなシールが入ってました。これはちょっと量が多いのでざっくりと紹介ですが、結構いろんな色味のものがあるので、さりげなく使うのに使いやすいなと思って使ってます。最後こちらも開けていきましょう。こちらは硫酸紙というデザインペーパーですね。このね、ひまわりの柄は深緑っぽい感じで柄が入ってます。あとは白とデザインも使いやすいなと思っております。ちょっとしたあの贈り物の紙袋とかに貼るのにもいいんじゃないかなと。こっちの方はちょっと茶色に近いインクですね。カーキっぽいけど茶色寄りの色になってます。これは使いやすそうだなと思ってこの2つ購入しました。でこちら先日のノート会の時のインクのページで今回紹介したシールとデザインペーパー使ってるんですが、今日は前に動画で作ったこのね、裏紙リフィルの封筒の大きいサイズのものをね、作りたいなと思ってたので、それを作って貼っていきたいと思います。
それではこちらでフォルダを作っていきます。封筒の時は全部一周させたんですけど、半分ずつにね、することにしました。もう一つこちら A5 サイズと A4 サイズも作ってみました。この2つは同じ裏紙のフォルダなので、ここね、背表紙だけ見た時に分かりやすいように同じ付箋を貼っておきました。スクラップっていうのは後でこれノートに切り貼りしていこうっていうものとかをちょっと入れとくフォルダです。かわいい。これと前回作った裏紙リフィル、やっぱね、こっちの封筒の方が紙が厚くてね、しっかりはしてますね。でもまあ、これはこれで可愛い。結構こういう大柄のもね、やっぱり使いやすいですね。で、もう一つね、今これを作ってて思ったんですけど、このカメラのね、画角に入らないこの右側すんごい荒れてるんですよフレークシールってこんなにわちゃわちゃなっちゃうんだなって思って、とさらに元の袋にもう戻らないような感じになっちゃってるので、この前ね、買ってたこのクラフト封筒のちっちゃいカードサイズのに入れていけば整理がしやすいんじゃないかなと思って、作業しながらねやってみました。これいい感じじゃないですか。こうやってね、これも立てて収納すると場所も取らないし、作り方こういう感じでガサッと入れて、でこの中に何が入ってるか分かるように上に用意するんですけど、これをね上に貼っちゃうのはもったいないので、このねタップテープ、まあ両面テープでもいいんですけど、これね最近便利だなと思って使ってます。これをここにねピッと貼って、これね両面テープをタップで貼れるっていう商品なんですけど、両面テープと違うのが貼ったところは強力についてるんですけど、表面になってる粘着部分は付箋の粘着力で弱くなってるので、こういう時ねすごい便利です。こうやって貼ると、だから弱いテープなのでこう剥がしてちゃんとシールとして使えるので仮止めができるっていう感じです。でこれがねピラピラしちゃうので、こっち側は止める。これはね、この付箋を今細く切っただけです。結構私シール系って一気に取り出してガサってこう見たい派なんですよね。なので私はこうやってしまいたいと思います。あとフレークのこっちの方も、これはねもう使う時は両方比べて使うだろうなということで、1個代表してこうやって貼りました。このシールはねそのままこういうサイズのシール同士でまとめて置いておくようにします。とかあれですね、この裏紙リフィルのサイズがちょうどいいので、これもちょっとシール用でまとめるのにまた作ろうかな、この封筒。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は手帳やノート凸系の文具紹介から、まだまだハマっている紙フォルダ作り、そしてシールや紙物の収納方法までお届けしました。手帳やノート遊び DIY のお役に立てますと幸いです。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。桜ブックマークスのひろみでした。